日本東京都葛飾区、白鳥白鳥は、東京都葛飾区の町名。現行行政町名は、白鳥1丁目から白鳥4丁目。郵便番号は125-0063。葛飾区の地理的中央部に位置する。北で、亀有1丁目、北東で、青戸8丁目、東で、青戸3.4丁目、南東で、立石5丁目、南で、 四次五丁目、南西で、宝町二丁目、西でお花茶屋一点に、三丁目と隣接する。町域内は主に住宅市街地である。町域の東辺を国道六号で隠し、町域内を東西に、西隣のお花茶屋に所在する、京成本線お花茶屋駅が、住民の鉄道交通機関として利用される。町域の南部を、京成本線の鉄道路が、 東西に横断し、お花茶屋駅から500メートルほど地上線であり、そこから高架線となり、水戸街道を高架で通過する。鉄道線路以南に、白町一丁目、伊北に、道2.3、四丁目が並ぶ。南東に隣接する立石には、葛飾区役所が所在し、道区の行政的中心にも近い。1966年の住居表示により青、戸町。 亀有町の各一部を町域として新設された新しい地名で大正初期までこの地に存在した白鳥沼に由来する。町類が多く訪れ、江戸時代には徳川家の高刈り地であった。引船川が町域の西辺を流れ、高度経済成長期は生活雑排水や近隣に多かったメッキ町工場の排水の影響で水質が極めて汚染され、 悪臭が漂っていた。白鳥町内にもその支流が、お花茶屋駅から、四次斎場を経て、水戸街道付近まで流れていた。支流は暗渠化され、歩道となっていたものの、火葬場を通り、葬儀の際には、葬儀者が車道を多数通行し、そのイメージから、火葬場通りという通称で呼ばれていた。1989年に、下水道網が整備されたこともあり、 引船川の本流は埋め立てられ、白鳥町内部分は、引船川浸水公園の広場部分となり、同時に、支流も埋め立てられ、花壇とタイル歩道が設置、敷設され、仮想場通りという、悪いイメージの改善のため、フラワー通りと、通称することに、町内会で決定し、葛飾区によって看板が設置された。二千十七年十二月一日現在の世帯数と、 人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。